ダクロスは GM が製造、ビュイックブランドで販売されている自動車である。2004年下旬に同ブランドのリーガル、センチュリー及び2004年に廃止されたオールズモビルブランドのイントリーグの統合車として発売。プラットフォームは GMW プラットフォームを採用し、エンジンは V 型6気筒3.8リットル L26 型。 V 型6気筒3.6リットル HFV6 型および V 型8気筒5.3リットル LS4 型エンジンを搭載し 4T65E4 足オートマチックトランスミッションが組み合わせられる。グレード構成はベースモデルの CX と中間グレードの CXL 上級グレードの CXS となり CX および CXL には L26 型エンジンが CXS には HFV6 型エンジンが搭載される。2007年ニューヨーク国際オートショーにおいて2008年モデルを発表。フロントグリルの形状が変更され、同時にシングレードのスーパーが追加され、CXS は廃止された。スーパーには V 型8気筒エンジンに 4T65。 d h d 4速オートマチックが組み合わせられ、またリアスポイラーなどが装備され、サスペンションにチューニングが施された。2008年12月23日、生産を終了した。なお、中国及び台湾仕様については全く異なるボディシェルが与えられており、エクステリアは GM と上海2社の合弁である、反アキシャ技術中心によってデザインされている。エンジンは、 直列4気筒2.4リットル及び V 型6気筒3リットルエンジンを搭載し、米国向けに先駆けて6速オートマチックが組み合わせられた。さらに中国仕様ではハイブリッド車のエコハイブリッドもラインナップされていた。2009年の北米国際オートショーで発表され、2010年モデルとして発売。2011年にフラッグシップ車であったルサーンが、 生産終了したために北米地域におけるビュイックのフラッグシップ車となった。その後、中国仕様が投入されたが、二代目のエクステリアデザインは初代とは異なり北米仕様と同様のデザインとなっている。ただし、フロントフェンダーにつけられている GM のロゴは使われていない。プラットフォームは GM イプシロン2プラットフォームが採用され、2008年の北京、 モーターショーに出品されたビュイックインビクタコンセプトをベースに設計された。エンジンは直列4気筒2.4リットル、V 型6気筒3リットル及び3.6リットルエンジンを搭載し、6速オートマチックトランスミッションが組み合わせられる。先代に設定されていた V 型6気筒3.8リットル及び V 型8、気筒5.3リットルエンジン車は廃止となった。 2009年1月には、カナダのモントリオール国際オートショーで、新型アリュールが発表された。2010年4月、韓国のフザ山モーターショーで、GM 大ンが、アルフェオンの社名で発表された。ビュイックバンとの外観上の相違点は、エンブレムのみであるが、他社種とは異なりアルフェオン専用のブランドエンブレムが与えられる。2010年11月15日、GM は、 ラクロス2012年モデルの2.4リットル車に少年費技術 E シストを標準搭載することを発表した。この E シストは従来のボスマイルドハイブリッドシステムの改良版で 115V リチウムイオンバッテリーと 11kW を出力するアシストモーターを搭載し従来の2.4リットル車と比べて燃費を25%向上させている。これにより 市街地燃費及び高速燃費はそれぞれ 25MPG、37MPG となる。2011年9月には中国仕様にもイーシスト搭載モデルが登場した。2015年11月にアメリカで開催されたロサンゼルスオートショーで初公開され、2016年3月に中国市場で発売を開始した。スポーツの旧美であるラクロスに由来する。 なお、ラクロスは、ケベックフランス語の俗語で、G コーやサギを意味するため、カナダでは、魅惑するという意味のアリュールを用い、ビュークアリュールとして販売されている。ありがとうございます。